健吾のサナチャンネル、始まりました、月中の健吾チャンネル。今日はですね、何をおろすかというと、これよし、よし、おい、はい、このちょっと重たいこの青い箱、これね、我々見ると冬が来たなって、この青いね、この長い箱、これ何が入ってるかというと、これよいしょ、はい、出ました、冬の味覚ブリ、大きいでしょ、これで 9.4キロ、油がね乗ってそうなところ手に入ったんで、今日はこちらをですね刺身にしていきたいと思います。はい、じゃあブリさばいていきます。ブリなんですけど、鱗を引く人もいるし、今日は刺身でするんで、鱗は引きません。引きたい人はカナダアシとかでもいいし、こうやってすき引きっていう風にこうやって鱗取っていくっていうやり方もあるんですけど、今日は刺身なんでそのまんま、さばくことの方が多いです。じゃあまずはですね、ヒレをですねこう起こしてあげて、包丁入りやすくしてから落とします。起こしてあげて、この腹のところのやつを落とす。よいしょ、こっちも落として、よいしょ、で頭を次に落とすんですけど、ここからこのエラのところからまず斜めに入れてやる。でここのエラのところのこの釜に沿って、これを縁に沿って入れてやって、この釜の下のところで落としてあげる。でそれでひっくり返す。でここからまた同じなんですけど、ここのエラのところをこう入れてあげて、まあこれもう最初締めた時のやつが入ってるんであれなんですけど、ここをまっすぐ落としてあげる。でそうすると頭が外れます。よいしょ、こんな感じです。じゃあ頭を落としたね、今度お腹の方ですね、ここの方からお尻の方から包丁をまっすぐ入れてあげて、で釜のところで少し中に入れてあげて、開けてあげる。ほいでここの内臓を取るわけですけど、この内臓をこの釜の縁に合わせて包丁を入れてあげて、それでこれをずるり抜いてあげる。でこのところで切ってあげる。でこのあといつも通りここの血合いのところに包丁を1回2回って入れてあげて、ここから水洗いでいきます。じゃあ水洗いします。この空いたところに水を当てながら、今度はササラっていうのをこれで血合いをかき出す。じゃあさっき水洗いしてお腹きれいになったんで、じゃあさばいていきます。お腹の方から、よいしょ、こんだけ大きいのも久々さばくな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、おう、はい、すいません、ブリの2枚おろしです。はい、さっき2枚おろしにしたこのブリ、3枚おろしにしないのは、あと片身はちょっと料理屋さんから片身使わせてくれやっていうこと言われたんで、もう片身はちょっと商売に使います。もう2枚おろしのおろし方見たい人、カンパチおろした時と、おろし方全く一緒なんで、もし気になる方はそちらの方を参考してみてください。まずは背と腹に分けます。よいしょ、よいしょ、まな板もギリギリやんね。よいしょ、こっちが背です。でこっちがお腹の方、まあ脂があるのはこっちのお腹の方なんで、今日はこっちの方をお刺身にしたいと。まずは釜を外します。でこれがいわゆるブリカマですよ。ああ見てください、脂がほらすごいね。
で、次にお腹のこの腹骨のところを外します。よいしょよいしょよいしょ、ちょっと狭すぎたね。よいしょ。腹の下のところは、皮引くときとかに引っかかっちゃうんで取っちゃいます。で、ここの真ん中のところの骨を外しちゃいます。よいしょ。まあこういうところでね、こういう出るアラはね、あのブリ大根とかアラ汁とかにするとすごく美味しいところなんで、こういうところもあのブリはあの捨てないで使っちゃってください。はい、じゃあ次は皮を引いていきます。はい、皮が引けました。よいしょよいしょ。はい、できました。ブリのお刺身でーす。はい、というわけでできました。ブリのお刺身でーす。あー、いいですね、この天然っぽい少し赤みかかった色。あー、じゃあ早速いただいちゃいます。これ見て、もうね、やっぱこれもうね、天然物だからね、もうありきたりかもしんないですけど、もう癖がなくて、この油に甘みがあって、うわ、おいしい。はい、冬の到来を知らせるあのうおいしい出ちゃいましたけど、まあこれからですね、本当はブリってあの季節の魚なんで、お刺身でもいいし、もうブリ大根、照り焼き、塩焼き、何したっても本当美味しい魚なんで、それが旬を迎える、もうぜひ、ブリを食べてみてください。ということで、次回はですね、こちら今食べなかった方の、皿を使って、ブリしゃぶを作りたいと思います。ぜひ、そちらもよろしくお願いいたします。ということで、今日はここまでで、毎度、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、